どうも、じゃあ、ぷよぷよテトリスです。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていこうと思います。じゃあ、見ていきましょう。このズマは開幕、DT4 でしょう。DT4 ですね。DT4、まあ、ZJ って来てなんで、DT4 に対し、相手が、ちょっとまあ、珍しい形ですね。テンプレではないけども、ドネイトチックの開幕 TSD。しかし、その後に中開けテトリスの形が作れてるんで、非常に強い健康健康。それに対して、こちら、レンクンデルがちょっとギリギリまでだったんで危ないが、ここまで積み込めれば結構強いだろう。さあ、6連、7連、8連、Tミの ZB のまでの10連が強い。さあ、しっかり、受けの形をしておいて、テトリスボリー。それに対して相手も T スピンダブルで、相手がバックテバックついてるんで、ちょっとこちらに1ライン来ましたね。さあ、T スピンダブルの形作っておいて、しっかり T スピンダブル打ち切る、からのテトリスボリーまで、さらに直通を利用して、テトリスは打たずに一回ミネラル補給を搭載外してから損傷あり、相手ロボットなんで損傷ありにしたらかなり有利が取れる。さあ、しかし、再び健康してきましたね。なかなかやっぱり健康してくると、まあそう簡単に崩せないんで、相手の地形も整ってきた。それに対し、こちらかなり穴わらが来てるんで、ちょっと不利ですね。さらに相手の連が9連まで繋がってハイパー接種をされまくって刺さっていく。まあこれは一時的に有利は取れてたものの、まあちょっとその後の穴バラが来てたプラス相手のまあ掘り入れうまかったですね。9連まで繋げられてハイパー接種されまくって刺さっていく。さあ今回は普通にお互い開幕 DT4 で、さあどういくやつ、相手がちょっとドネイトの T スピンシングルで、こちらも平積みっぽい形ですね。さあ2ライン分競り上がってはいるが、ドネイト入れつつシングロナイズアタックからこれいいな何していき、相手がちょっと置きミスしている、そこに LJ イリュージョン重ねて送って、これは TD アタックじゃなくて、T スピントリックですね。単純な T スピントリックで火力増しますし、さあ一時的に有利に見えるが、相手も直列で行っているので大丈夫かと思いきや、スミノの置きミスが辛い。さあそこにアイミノが越えなかった、ちょっとアイミの右側に越えなかったですね。カズくん側が、右側に越えられればまだワンチャンありそうだったけども、アイフェンに引っかかっちゃうんだよね、アイミのってね、どうしても。なんで、回転、アイミの回転は非常に気をつけた方がいいですね。特に溝がある場合はアイフェンになりやすいんでね。さあ、開幕 TSD で、相手がちょっと若干ミスってるんで、レンチックに3列連っぽい形で組んでって、さあ、どこまで繋がる？エルミの、ジェイミの、アイミの、ティーミのまで、7連までだけども、まあ、7連まで繋がれば結構強いです。で、火力を出すために、ティースピンからテトリスにしてって、まあ、あそこら辺でね、すぐにテトリス打ちたくなっちゃう人もいると思うんだけど、火力効率を考えると、ティースピン作ってから、ティースピンテトリスってやった方が、火力効率的にはかなりいいので、アイミはテトリスは打たずに、ティースピンに、を作って、リソースをね、保持しとくのが結構重要なんですよね。テトリスの技術においては。さあ、テトリス完成しっかり総裁外してから、ポリレンの体勢、どこまで上がる？エルミの、ティーミの、アイミの、エスミのエルミのまでかな？ 6 連までで、それに対して相手 T スピンシングルからポリレン繋ぎてるか？さあ、間に合うか、これ、テトリス。テトリス間に合っていく。テトリスに合わせずに、ポリレンでいったか。5連までのホリレンに対して、こちら、キングクリだったかな、キングクリムゾンでかなり火力増し増しの、テンプレで刺していく。T スピントリプル、T スピンダブル、T スピンダブルなんで、非常に火力が高いですね。7ライン、5ライン、5ラインなんで、合計ライン数が17ラインなんでね、めちゃくちゃ強いですね。ただ、T ミノの3つ要求の形なんで、まあ、かなり、うまく組まないと隙が多い形なんで、そこだけは要注意ですね。さあ、相手攻撃を送ってきたが、こちら直通うまい。しかし、テトリスで全部リソース使ったんで、まあ、これは五分ですね。ああいう直列に来たとしても、その直列の使い方によっては、結構ね、有利不利入れ替わると思うんで、結構直列が来た場合でも、その直列をどう生かすかっていうのは重要ではある。さあ、T スピンダブルで、相手も T スピンダブル。お互い BTB 付きなしだが、1ライン分、もともと相手が送ってた分、火力来ました。さあ1回ダブルミラー3回やってから T スピンダブル作ったが、相手火力高い。さあしっかりここは操作やってて、おっと TV の回転が入らずにちょっとミスってしまう。さあギリギリ間に合った、速攻でミノを置いて SB の回転入れで、なんとか間に合わせましたね。これはいい判断、ギリギリ間に合ったがかなり厳しい。相手健康、おっと TV のが暴発して刺さってしまう。
今のは一応まあティフィン自体は打ってて、さらにホリレンもいけそうな気がした。うん、てか、いけましたね。いけるルートあったんで、まだ耐えられそうだったけど、T ミノの暴発で触ってしまう。しかし、S ミノの回転入れ良かったですね。即座に S ミノの三連消しのあの縦置きの回転入れで、ワンチャン作ったのは非常に良かった。さあ、アイミノまで掘っていくかな。アイミノまでの三連。それに対して弱点を攻撃するしてから、これは妥協しましたね。T スピンは作らずに妥協で掘ってって、しかしちょっと不利。お互い穴バラは行ってるけども、ちょっとこちらの方がだいぶ競り上がってるんで、不利な上にエルミノを置き水してしまう。さあ、これは ?T ミノ。おーっと、ジェミノミスってしまった。これは入らないですね、アイミノは。ちょっと置き水が重なってしまって、そこに相手が、無難に平積みのテトリスを送って刺しに行きましたね。まあ、エルミノを見せた時点で、ね、相当致命傷だったけども、そこに自ら追い打ちをかけるようなジェミノの置き水が完全な致命傷でしたね。これはまあ、リカバリー、相当うまくリカバリーしても、あそこまで置き水が多発してしまうとさすがに厳しいですね。まあ、ちょっと焦りが出てしまった感じか。まあ、上部になるとね、どうしても、焦じてしまうので、ね。まあ、しょうがないとこはあるけども、ちょっとね、やっぱり上部の操作は気をつけた方がいいですね、ということですね。でもう一つ見ていきましょう。さあ、このツモも DT4 じゃないかな。DT4 っすね。DT4 に対し、相手が開幕 TSD。さあ、この光景はもうね、テトリスやってる方ならわかると思うけど。もう俺は100万回ぐらい見たんじゃないかな。さあ、相手健康。T スピンダブルから T スピンダブルテトリス、ちょっとできるだけ積んどいてホリレンの目を作っていきましたね今の。でシンメトリパワーからテトリス、相手もそれを操作外してテトリス。さあ地形的にはいいがちょっと迷ってますね。 T スピンダブルから T スピンダブル、あまりそうこういう感じでテトリスをあまり打たずにリソースを残しておいてできるだけ火力を、うまく作るっていった感じなんだよね。さあ、強気な操作やずしから3枚消し。T スピンダブルで返してって、カズくんが再びアイミノ刺さってしまった。やっぱりね、1ラインの溝があるとどうしてもアイミノが、ね、突き刺さってしまうんで。あれは本当に気をつけた方がいい。やっぱり丈夫だとね、操作を早く間に合わせたいと思って、最速で操作してしまうと、ミスが多発してしまうんで、めちゃくちゃ慎重にやった方がいいですね。特にアイミノのミスは。アイミノのミスは、置きミスすると、基本的にアイミノでしかリカバリーできないっていう点が、置きミスの知名度じゃないね。置きミスの知名、照度が高い。さあ、テトリスからティスピンダブル。さらに、ティスピンダブル、うまく組める形で、ティスピンシングルにしてからテトリスにしました。まあ、ダブルでもよかったけど、シングルにすると、即座にテトリスが打てるんで、テトリスにする判断。さらに LJ イルジョンから、これ、Z ミの先読みで、テトリスからティスピンダブル打とうとしたが、フェイント仕掛けたけども、相手が2発あったんで、あまりフェイントは意味なかった。さあ、TSD と TSD が相殺当たって、ちょっとお互い地形高いがどうだ ?LJ イルジョンから。できればテトリス掘りにしたかったけど、なんとかできたか。なんとかできたけども、S ミノの行き場所がちょっとない。先読みすると T ミノを使ってしまうんで T スピンが間に合わないんですね。ちょっときつかったな、今のは。判断が遅れたっていうのもあるけど、ちょっとね、S ミノの置き場所がなかったのが辛かったですね。先読みしたとしても、左側の溝を埋めるために T ミノを使ってしまうんで、T ミノが明らかに間に合わないことを判断して、厳しかった。さあ、お互い DT 法で、こちらちょっと置きミスしてしまったが、これは一応、Z ミノ回転入る形ではあったけども、妥協して消していった。それに対して置きミスを見た連で相手が積み込み、それに対してこちらは、T スピンダブルテトリスから連の体勢だがどうだ?あゆみの、ちょっと間に合わないか。J ミノまでは間に合えばワンチャンあったぐらいかもしれないけど、相手が超健康、超健康って言ってたんで、さすがに刺さってしまいましたね。さあ、再び、DT4 で、お互い DT4 で、さあ、今回はこちらが連っぽい構えだが、どうだ?相手 TKI で、ちょっと火力高めなんで早めに発火したい。危ないギリギリ。ティスミントリプルかなり火力高いんでね、早めに発火して、なんとか連のルート。しかしこれは結構繋がると。エルミの、Z ミノまでのホリレンのルートが強い。だがしかしやはり、ちょっと最初に地形が競り上がってしまった分、かなり不利になってしまった。
さあ、なんとかディフィンダブル間に合わせたが、早い。もう一早いですね。2発分の火力を即座に送って、こちらの堀を間に合わせずに、相手をしっかり刺しに行きましたね。これはいい判断だな。まあ、ね、連は組んでたものの、掘り方、まあ連の繋ぎ方も結構良かったけど、やっぱり DTPKI って基本的に火力が高いんで、まあ、連に対し、TKI に対して連はちょっと相性は若干悪いかなという部類なんで、まあちょっとこれは判断ミスですね、ちょっとしたね。相手がまあミスしてるところに連っていうのは強いけど、単純にまあこういう風に連をその、なんて言うんだろう、組みに行くと、やっぱり火力高いテンプレにはね、結構その、うまい感じに、下穴まで掘れないと、結構ね、競り上がって不利になってしまうんで、その不利を、ちゃんと相手が、うまく利用して、まとめ打ちで刺しに行きましたね。結構ね、相手の攻撃が早くなければ、こちらも掘れるルートあったと思うんだけど、素早い2連発攻撃が素晴らしかったですね。なんで、できるだけ、まあ、連組む場合は、相手を伺いつつ、てか、相手の状況を見つつっていうのがいいですね。結構まあテンプレってテトリスにおいてかなり多いんで、火力の高いテンプレとか、そこまで火力の高くないテンプレとかだと、連はかなり有効になるんでね。まあそこら辺の見極めを重要になります。ということですね。はい、じゃあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。